そういう知識、前からずっとやりたかった分野っていうのがあったんです。それは、海底ケーブルって一体誰のものっていうことなんです。どうも、今西です。皆さんはインターネットを使っているでしょうか？少なくとも今の時代、ほとんどの人がインターネット、もしくはなんか携帯電話とか、そういう通信機器を使っていると思います。例えば国外に電話をかけるとき、もしくはインターネットでアメリカのサイトにアクセスするとき、まあ、リージョンって言ってアメリカのサイトが日本にあるみたいなことはあり得るんですけれど、少なくとも海外にアクセスすることって簡単にできますよね。じゃあこれって一体どういう風にして通信していると思いますか？僕はいつも意識しているのが、自分が知らない、かつみんなもほとんどが知らない、そういう知識こそ身につけた方がいいっていう風に考えています。例えばエンジニア経験のある人はどうでしょうか？新しく言語を覚えたけれど、次の年になったら、あ、なんかそれはもう古い、新しく Google がこの言語出したからスピードが何倍になってるよみたいなのってあるじゃないですか。ついていくので精一杯みたいな、毎日新しいことを勉強しなきゃいけない、新しい海外のなんかそのニュースサイトみたいなのを見て、でブラッシュアップしていかなきゃいけない、こういうのってよくある話ですよね。専門分野の人が毎日毎日キャッチアップするのが辛い、そういう技術を学ぶのってすごくコスパが悪いと思いませんか？みんなが知っている知識とか、みんながすごいっていうことについていく、それはもちろん大事なことかもしれませんけれど、それと同じように100頑張れて、でも10頑張っただけで50分の努力を得られる、そういう知識があるのも確かなんです。それは何かっていうと、みんな古臭いと思っているけれど、その流れが脈々と今まで続いている、今のビジネスのメインストリームに通じる何か起源になったもの、出来事、そういうことについて知っておくことで、目先の情報に惑わされにくくなる。この分野変化激しいような、この分野毎回ニュース見るたび全然違う議論が討論番組で飛び交っている。その裏側には何があって、偉い人は一体どういう視点で、何はダメで何がいいっていうスタンスで今の流れが来たのか、それを知るのは、みんなはすごいって言わないかもしれないけれど、すごく価値のあることなんです。そういう意味で今回僕がもうみんな使っている通信技術、 IT 技術っていうものに対して、その源流となっている話、かつすごくコスパがいい、なんでかというとみんなが知らないから、そういう知識、前からずっとやりたかった分野っていうのがあったんです。それは、海底ケーブルって一体誰のものっていうことなんです。なんか皆さんこういうこと聞いたことありません？海の底には、なんかどうも通信ケーブルが通ってるらしい、みたいな。あれ、実際に自分の目で見たことある人って、まあまずいないと思うんですよ。通信ケーブルを引き上げるときも一大イベントになって、マニアの人が一部行くみたいな。そういうくらいのニッチな話題なので、あんまり一般の人、もしくは普通なエンジニアの人っていうのは、あんまりこの辺の話に興味ないと思うんです。けれど、あれだけ今のこのネット社会を支えている基盤となっている、そういう意味もあって、今回はこの通信の世紀っていう本、そしてこれと今まで勉強した内容を絡めた上で、通信インフラの基盤になった、誰も知らない、けれどすごく価値のある、そういう海底ケーブルの話をしたいと思います。この動画を見ると、海底ケーブルが一体どのようにして誰が作ったのかということについて分かるようになります。では行きましょう。この話は1872年の岩倉使節団っていうところから始まります。この岩倉使節団っていうのは、明治政府の偉い人、もうすごく偉い人たちがアメリカに行って、もしくは海外を回って、西洋化の技術、何が必要なのかっていうのを学んでくる、そういう人たち、そういう集団だったんです。以前の動画でも紹介しましたよね。日本っていうのは100年も産業革命が他の国と比べて遅れていたにもかかわらず、急速な西洋化ができた。それはお財布に潤沢なお金があったから。そのお金はどこから来ていたのかっていうと、蚕、絹織物、イギリスの専売特許だった織物、綿製品っていうのをどんどんと海外に輸出していた。お金が入ってくることによって、その外貨をまた工業製品、近代化のその道具の輸入に使うことができる。この時、この少し前のタイミングで、一体どういう技術が日本には必要なのか、そういうのを見て回っていたタイミングでもあったんです。さあ、この岩倉使節団、だいたい22日かけて横浜からサンフランシスコに到着します。
そこでサンフランシスコからもう偉い人ですから無事到着したよっていうのを日本に知らせなきゃいけない。この時電報をサンフランシスコから日本へと打ちます。その通信が東京に届くまでだいたい11日。サンフランシスコからその大西洋なのでそのイギリスとかロシアの方あの辺を通って日本の長崎に届くまでが1日。そこから10日間かけて長崎から東京まで、いわゆる飛脚っていう人ですよね、そういう人が10日間かけて運びます。結果11日かかった。これに当時の人はみんな驚くんですよ。これの何がすごいか、それはあえて言葉で説明するならば、物流っていうものと情報っていうもの、この動きが分断されている、独立したものになったのが海外。物流に乗って情報が行き来する、この二つがまだ交わっているのが日本っていう状況なんです。この情報と物流を分離するには一体何が必要だったのか、それは電気です。人類と科学の400万年史とか、もしくはエネルギーの400年史でも紹介しました。1800年、だから19世紀に入ってから電気というものに対してどんどんと人間はこう理解を深めていくわけですね。そこからだいたい半世紀、まあ40年ぐらいかけていろんな通信技術っていうのが出来上がる。例えば導線の中に電気を通して反対側の線には文字が書いてある、 A とか B とかある。この ABC っていうのをこう光らせたりとか反応させることによって長距離を一瞬の間に情報を文字を伝えることができる。もしくはモールス信号みたいにしてこう無線で文字を送る、電気に乗せて文字を送る、これを電信っていうんですが、この1840年とか50年あたりに電信技術っていうのがどんどんと広まっていくんです。これによって初めはヨーロッパからそれぞれの国、それぞれの都市をそのケーブルでつなぐ、もしくは無線で通信する、これがどんどんと世界中に広まっていって、それがまだ広まっていないのが日本っていう状況でした。さあ、この電信技術を支える海底ケーブルというもの、これは一体どういうふうに登場したのかっていうと、第1回の万博なんです。ロンドンで開かれた万博は、あの大英帝国の技術力というのを誇示するための、俺らこんなにすごいんだよっていうのを表現する場所でもありました。そんな中で海底ケーブルが展示というか紹介されるんですね。海底ケーブルを敷くことによって長距離のその大陸横断の情報っていうものが一瞬でできるようになる。この技術を見て驚いてビジネスに生かそうと思ったのが、誰しも聞いたことがあるロイター通信っていうところなんです。ロイター通信って聞いてどういうのをイメージするでしょうか。なんかニュースとか新聞、ジャーナルっていうところをイメージしますよね。ヨーロッパのドイツのアーヘンっていうところの周辺で、これラストワンマイルみたいな通信が届く場所と届かない消費者のところまでの間で電書バトをやり取りすることによって素早く情報を届ける、そういうのをビジネスにしている人たちだったんですが、この万博で海底ケーブルというのを見ることによってこれだって思うわけです。当時イギリスはイギリスとヨーロッパの他の国々っていうのをケーブルでつないで、これによってイギリスとその欧州っていうものを情報でつないでいたわけですね。しかもイギリスがどういうタイミングだったかですよね。確か1800年前後とかそれぐらいだったと思うんですけど、ナポレオンとイギリスバチバチやり合ってましたよね。その時ナポレオンがオランダにいたそのユダヤ人たち、金融街の人々をこう高圧的に出て戦争のお金を回収しようとする、それに嫌気がさしてオランダにいた、アムステルダムにいたユダヤ人たち、お金持ちたちがロンドンシティに移っていった。これによってロンドンが金融街になった。つまりロンドンというのは金融の中心になりつつあるタイミングでもありました。ロイター通信の人々はこれを、この流れと技術の発展っていうのを読み切って、ロンドンの金融情報をヨーロッパ中に、一方ヨーロッパ中の情報、いろんな情報っていうのをロンドンに持ち込む、こういう海底ケーブルを使った情報の、金融情報のやり取りを始めたんです。さあ、次に名乗りを上げるのがアメリカです。イギリスの方でなんかすごい
海底ケーブルみたいなの通ってるらしいぞ。なんか大陸を渡って、それがすごい利益が出る。しかも軍事情報も瞬く間に届けられるから、これはぜひうちにもないといけない。他の国と繋がなきゃいけない。っていうことになって、アメリカ人が、そのイギリスとアメリカ、そのニューヨークとかサンフランシスコっていうのをケーブルで繋げようとするんですね。この時、二つのルートっていうのがあるんです。まずはじめに、イギリスからニューヨークにかけて、大西洋の北側。だから、イギリスからそのカナダの方を通ってニューヨークの方まで行くみたいな。そういう北側の、北回りのルートっていうのが一個。これ普通にイメージしやすいですよね。でもこのルートは結構難しかったらしいんです。というか、最初、そこまで長距離の海底ケーブルを通すのってやっぱり大変らしくて、一回やって失敗するんですよ。そこでもう一個の話が持ち上がる。それがロシアとか中国の方を通って、アラスカを通って、カナダを通ってサンフランシスコ。この長距離を、通信ケーブルを結ぶことによって、イギリスとアメリカを繋ごうっていう考え。結局このルートも、まあ、ご破産になるんですが、この時ロシアとやり取りをしなきゃいけないわけですよ、アメリカは。この時に何があったかっていうのが、ロシアとアメリカのやり取りで、うちは動物とかアザラシの毛皮を収めさせているんだけど、そのアラスカの取れ高が最近すこぶる悪くて、もう管理が大変でいらないんだよね、みたいな話になるんですよ。これがあって、アメリカ、この時、インディアンとかメキシコの人々をもういろんあの手この手で騙して土地をどんどん広げている。こういうタイミングで、アラスカもなんか安く手に入るらしいぞっていう風になる。結果この後アラスカはゴールドラッシュ、金鉱山が見つかったりとか、オイルラッシュ、油田が見つかったりして莫大な利益を生むわけなんですが、この時アメリカがアラスカを手に入れた背景にあったのは、実は海底ケーブルをどうやってイギリスから通すかっていう話だったんですね。そしてこの後、初めは失敗に終わったその北回りのルート、イギリスからニューヨークにかけての海底ケーブルっていうのを何度かチャレンジした結果うまくいって、アメリカとイギリス、そしてイギリスとヨーロッパの国々を結ぶことができました。さあ、このようにして少しずつ少しずつ世界中に張り巡らされていた通信ケーブルを使って、岩倉使節団は電報を日本に届けたっていうことだったんですね。でもこの話だとまだイギリスとヨーロッパ、そしてアメリカ、この3つをつないでいるだけっていうふうに聞こえるじゃないですか。この後実はイギリスともう1個デンマークがアジアとかアフリカ、あの辺をどんどんとケーブルで繋いでいくんです。何があったかっていうと、はじめにイギリスがオールレッドラインっていうのを作るんですね。仰々しい名前ですよね。オールレッドライン。全部を自分大英帝国で繋げるみたいな。そういう印象を受けるこの言葉なんですが、どういう意味かっていうと、この当時イギリスっていうのはもう帝国主義ですから、いろんな国を支配している、植民地を持っている。このイギリスの植民地を海底ケーブルとか通信ケーブルでつなげようとするんです。まずロンドンからユーラシア大陸の南側の方を通ってインドまで行って、その先の中国まで行く、こういうルートをすでに敷いていたんですね。そんな中、この通信事業に加わろうとしたのがデンマークの会社なんです。グレートノーザン電信会社っていう会社があるんですね。で、デンマークって実はイギリスとロシアにすごくコネクションが強かったんです。このデンマークの王族に姉妹がいたんですよ。二人のお姉さんと妹が。それぞれがイギリスの王室とロシアの王室に嫁いでいて、どっちにも口利きができた。しかもイギリスのオールレッドラインを敷いていた、まあ、会社があるんですけど、そことのやりとりもうまいこと言って、結果的に南側をそのイギリスが、ロシアの方、ユーラシア大陸の北側をデンマークのグレートノーザン電信会社が円状に、ループ状につなげるっていう風なルートが出来上がります。このルートの最終到達点にいたのが日本。そしてそのターゲットに選ばれたのが長崎だったんです。最終的に第一次世界大戦ではイギリスはなんと世界のその通信ケーブルの3分の1を所有していた。情報通信の覇者でもありました。そしてそんなすごいイギリスにこう追いつこうとしているのがグレートノーザン電信会社っていう会社で、その会社が
日本と交渉して長崎に拠点を持とうとしていました。当然この話が来たら誰か日本人が対処しなきゃいけないですよね。政府の人が。その担当したのが寺島宗則っていう人なんです。この寺島宗則という人はとにかく頭が良くて、とにかく通信という分野において日本は自主権を持たなければいけない、独占権を海外の企業に持たせてはいけない、そういうふうに考えるわけです。そしてグレートノーザン電信会社とのその交渉に入ったら、その考えていたことが実現する。実際にそういうふうに向こうが言ってくるんです。まずはじめに長崎にその局を置きましょう。そこでその海底ケーブルを引き上げて、その情報をに長崎から東京までいくつかの拠点を作って、それを届ける、そういうケーブルを作ります。その節々にいろんな局を置きます。なので我が社の技術を使わなければあなたたちはこれができないですから、その局の周りの測量権、地理的な情報を細かく収集できる権利と、通信ケーブルを運営する権利、つまりその情報を把握する権利、さらには陸揚げ権って言って陸地に情報のそのパイプラインを引き上げる、それを管理する、その権利をくださいっていうふうに言うわけですよね。実際にこれをされた日本というのは、その軍事的な情報である海岸線の細かい情報とか弱点とか工業地帯はどういうふうになっているのかみたいな、そういうのも全部調べる。かつ軍事情報も全部デンマークの会社とかそれにつながっているイギリスの会社にバレてしまう、そういうことになるわけです。なので寺島宗則はなんとかこの日本、特に東京から長崎の間のその部分っていうのを守りきって、長崎にまず置いてください。その後長崎の陸揚げ権は差し上げます。海底からケーブルをその引き上げて情報を陸地でも取れるようにしてください。もう1年でも速攻でなんかそのインフラを作り上げるので、なので長崎だけで留めてくださいっていう風になるんです。これによってその1年後か確か2年後だったと思うんですけど、確か無線通信でその東京と長崎でやり取りできるようになる。こういうことがあって日本というのはイギリスとかデンマーク、アメリカっていう主要な国々が支配する世界に飲み込まれていくっていうことになります。さあただ当然まだ開国して間もないですから、科学技術は発展してないわけですよ。何が言いたいかっていうと、自分で海底ケーブルを作れない、この問題が顕在化したのが中国とか韓国の方でいろいろとこう軍事的な行動を始めるわけじゃないですか。あの時に韓国と日本のその海底ケーブルをつなごうっていう話になるんですよ。無線でやり取りしてるけど、あんまりにもその電報の量が多すぎて海底ケーブルをつなげないとやってられないみたいなことになるんですね。けれど当然技術がないわけですから、グレートノーザン電信会社にこう委託するわけですよ。その結果寺島宗則が不在の間にこの交渉をすることによってインフラの独占権を海外に取られるという恐ろしさが分かっていない日本政府は、このアジア大陸側と日本のその間のこの海底ケーブルを通す独占権みたいなのをグレートノーザン電信会社に与えてしまうんですね。この独占権の決定によってしばらくの間うかつにアジアの国々と日本を海底ケーブルでつなげなくなった、そういう問題が出てきました。けれどここでアメリカとつないだらどうかみたいな話になるわけですよ。アメリカとつなげばそのデンマークとかイギリスの支配から逃れられるかもしれないっていうことになるんです。アメリカのカリフォルニアの方からハワイまで、そしてハワイからその日本周辺のアジアの国々まで運ぶ、そういう海底ケーブルができるんですね。でも実はこのアメリカの海底ケーブルを通した会社の裏、株主、その株の半分はオールレッドラインを敷いていたイギリスの会社、そして残りの確か 25% とかそれぐらいはグレートノーザン電信会社。結果的に西洋諸国というのは日本よりもはるかに複雑なこの世界の仕組みっていうのを牛耳っていた。その結果イギリスが世界の通信を牛耳っていた、そういうことがあったんです。さあこの流れが大きく変わるのが第一次世界大戦です。1914年にこの第一次世界大戦は始まりました。別の本でも紹介しましたが、ドイツ、工業的な発展が著しかったドイツを他の国々が叩きに行った、そういう流れが経済という面で見るとありました。
同じように日本もドイツに宣戦布告するわけなんですが、通信という面で見ると、先進国が、そのいろんな列強国がドイツの通信インフラをどんどんと切っていくわけですね。で、これを再利用できた国っていうのがいくつかあるんです。日本も実はそうでした。このドイツの通信ケーブルっていうのが、中国の山東半島という中国大陸で一番大きなその半島があるんですね。そこに繋がっていた。かつ、ヤップ島っていうところがあった。この辺のその通信ケーブル、沖縄周辺ですね。それを切って、そして陸揚げして自分たちのケーブルとして再利用したんです。これによってまだ通信ケーブルを作る技術はそこまでなかった日本ですから、重要な資源だったわけなんですよ。これにすごく反対したのがアメリカなんです。中国の経済の話でも紹介しましたが、アメリカというのはとにかく中国のマーケットが欲しくて欲しくて仕方がなかった。そこに積極的に広げようとしている日本を徹底的に叩きに来る。同じようなことがこの時日本とアメリカの通信でもありました。当時アメリカの大統領だったニクソン大統領は、この第一次世界大戦が終わった後、その世界の首脳会議みたいなのがあるわけなんですが、ここですごく通信ケーブルを手に入れた国々を批判するわけです。通信ってそうじゃないでしょ。公海って言われる、いわゆるどこの国にも所属していない海、その中まで通っているその通信ケーブルをどっか特定の国が占有するっていうのはあってはならないことなんじゃないか。もっと平等に行きましょうよ。国際通信秩序を構築しましょうっていうふうに言い出すんです。国際通信秩序の構築。これはまだ第二次世界大戦が終わるまでは全然誰も見向きもしなかったんですが、第二次世界大戦が終わると帝国主義の終焉を迎えて、その後資本主義とか冷戦の時代に入っていくわけですよね。このタイミングで花開くんですが、まあこの時は第一次世界大戦が終わった時はニクソン大統領はこういうふうにして主張していた。でも別に本当に通信を自由にしたいって心の底から思っていたんじゃなくて、通信を掌握した上で軍事利用したい、かつ自分の貿易の利益に役立てたい、もしくは他の国々の情報を自分たちだけで吸い上げたい、こういう裏側の思惑がありました。そんな中、日本がそのヤップ島っていうところと山東半島の通信ケーブルを手に入れるわけですよね。そのヤップ島を管理する権利みたいなのもなんか後でもらうらしいんですよ。で、これがアメリカが面白くないわけです。ハワイからヤップ島、そして中国まで通信ケーブルを繋げたい、中国を何としてもマーケットと成熟させるんだ。そういうふうに考えていたアメリカは何度も何度も粘り強く交渉してくるわけなんですね。この沖縄とか中国周辺の島、その領土っていうのを広げていきたい日本。これが何とかこのお互いが譲歩し合うことによって、最終的にヤップ島はその土地は日本が持っててもいいけれど、通信インフラ、海底ケーブルの陸揚げ権とか、そういうものはアメリカに渡すっていうことになります。さあ、こういうふうに第一次世界大戦を終えて世界中の国々は海底ケーブルというもののやり取りについて少しずつ少しずつこう思惑を張り巡らしていくわけなんですが、この後あたりに日本で何があったのかっていうのがすごく重要なんですね。日本では実はこの時逓信省というのが存在していました。逓信省って聞いたことないでしょうか。少なくともあんまり歴史とか通信に詳しくない人、通信に詳しくても知らないっていう人いるかもしれません。けれど逓信省のロゴを見たら一発で何かわかります。郵便局のマークなんですよ。この郵政局とか逓信省っていうのは調べれば調べるほど政治色の強い組織で、かなりこう強引なやり方をいろいろとやっていた、そういう情報がどんどんと出てくる結構面白いところなんですが、この逓信省っていうのが、あ、どうもこれからの時代に合わないんじゃないのかみたいになるんです。というのも日本はこの時国としてこの通信事業を海外に展開しようとしていました。けれどそれだと相手の国にこう警戒されるわけですよね。この時逓信省をなんとか民営化しようと頑張っていたのが小泉又次郎という人物でした。そう、この人は小泉元首相のおじいさんなんですね。そういうこともあって、この時の民営化の流れっていうのが今に受け継がれているっていうことがわかります。さあ、そんな中、1931年に満州事変が起こります。この結果、満州と日本を海底ケーブルで繋ごうとするんですが、以前はグレートノーザン電信会社に
技術を提供してもらう代わりに独占権を取られていった。けれどこの満州事変が起こった1931年のタイミングで、実は松前重吉さんっていう人、この人が無双化ケーブルっていう海底ケーブルの、まあ、通信ケーブルが日本独自のものができるわけなんですね。この松前さんっていう人は後に東海大学を作るっていう人物なんですが、この人の開発のおかげでブレトノーザン電信会社に頼らずとも満州と日本を海底ケーブルでつなげるようになった。この時グレートノーザン電信会社は国内で営業活動をしていて、実はそれは禁止されていたんですね。それを理由に長崎のその局というのを日本が徴収した。これによって第二次世界大戦前に日本は大陸とのその通信網を自分たちで敷いて、かつ国内のその通信というのも自分たちで確保することができた。こういう流れがありました。ここまでいかがだったでしょうか。岩倉使節団が海外から日本に電報を送った出来事から始まり、海底ケーブルというものがどういう風にして生まれて、そしてそこにどういう風にして国々のいろんな国の思惑が存在していたか、第一次世界大戦後もその世界の通信網というのはいろんな国の思惑があった。アメリカは国際通信秩序の構築を目指したけれど、その裏にはいろんな考えがあった。こういう知識を身につけてみると、今まで当たり前と思っていた通信というもの、インターネットというものが少し違う目線で見えるようになるかもしれません。ではまた。